こんにちは。あなたお名前は？ひよりちゃんです。今日はニトリに行ってテレビで紹介されてた人感センサー付きセラミックファンヒーターっていうやつを買ってきました。何？あ、それも買ったんだよね。で、一緒にこのクリスマスツリーとこのツリーに飾るやつが一個ずつだけ売ってたから、これも買ってきて、これを今からひよりちゃんと一緒に飾り付けをしたいと思います。飾り付けの前にさ、まずね、これあげたいんだ。寒いからここにつけたらいいじゃんと思って。どう？先に開けていい？このヒーターは人が近づいてきたらその人に反応してヒーターがつくんだって。すごいね。これに加湿機能がついてるヒーターもあってプラス1000円ぐらいで、ただ1日はずっと加湿してるからそれはいらないかなと思って、ね、加湿機能がないやつを買いました。持ち手がついてて持ち運べる。しかもね、結構軽いね、これ軽いで、コンセントにこれをね、挿してきてほしいな、ひよりちゃん。じゃあコンセントを挿してきたいと思います。じゃあ行ってきて。はい、お願いします。はい、刺して。刺せるよ、自分で。コンセント刺すの初めてかもしれない。はい、なんで刺すんだろう。向きがさ、刺しましたか？右と左に見て、これ軽いからね、こんな感じになってるんだけど、左に回したら人感センサーだね。左にしてみよう。あ、もうついたよ。どう？あ、すごい、もうあったか。しかも結構近くにいても変な暑さじゃない、優しい感じのあったかいのが出てるから、これは安全だね。もうそっち？これ入れたからね。これいいね。で、多分離れたらこれが切れるって感じだと。確かテレビで言ったのは2分間いなくなったらもう切れる、で近くに来たらまたつくっていう風に説明されてたと思います。もし違ってたらごめんなさい。じゃあこれをつけて。あったかい。これヒーターのさ、近くにいる時に感じるこのあっちみたいな感じはないの。うん、早く彼女を貸してくれたい。じゃあこれやろっか。で、先にさ、炭開けてもいいんだよ。あ、そうだね、ツリー取って。キミちゃん、今日さ、どこに行ったの？そうなの？これね、見て、ほら、こうやって伸ばすんだよ、キミちゃん。できる？ツリーが開かないといけない。ママの見ててね。いくよ。せーの。いやー、ほら。いやー、ほら。あ、そうそうそう。できる？キューちゃん、今日日中さんで何したの？うどん食べて。うん。あ、き、うん。あ、あ、いいうって書いたの？うん。あ、そうなんだ。あ、私の絵も書いたの？うん。そっかそっか、楽しかった？すごいね。できたできた。あ、そうや、これもなんかさ、後ろがないと思ったらこれも壁掛けようみたいな感じでニトリであったやつで、こっち側が絶壁なので、この表向きだけこんな感じ。わお。ひよりちゃん、ツリーにキラキラつけます。あ、どうやって撮ったの？え、すごい、なんで知ってるの？人生2度目。今日は朝から療育に行って、日中さんに行って、
ツリーを作ろうねって約束をして出かけました。で全部済んで今帰ってきて今から飾るんだよね。どれから飾るの？じゃあこれ？いいよ。じゃあつけてこれね、見ててね、ねお手本見せてあげる。手を見ててこうやって持ってはこうこれね、ほらこれ入れるの、できる？ゆるちゃんは左が難しいと思うから一緒にしよっか。はい、で好きな場所選んで、ここ、うん、はい、あ、できた、上手、やった。次それでどんどんやるね。同じようなところに下とかにもさつけていいね。なんかひよりちゃんのさセンスが出るね。近くに同じようなのする。あ、これもすごいね。ひよちゃんおしゃれだね。ひよちゃんさ、これ両手に持てる？やだ。持てる。うん。これも交互反応っていうのを使って、うん、上手。やだだ。うん。うん。右手を開く力で左手に持たせて握らせる。右手の力で握らせる。っていうのをしてるんだよね、自分。ほら。上手。そう、ひよりちゃんは左の親指のここにボトックス注射っていうのを打って緊張をちょっと緩めるような注射なんだけど、それを打ってもらって、それから多分本人が緊張が緩まってる間に左手をよく使うように本人が自分で学習して、なぜか左も結構使えるようになりました。ただ左単体で動かすのはちょっと難しいところもあるけど、今すごく自分の中で考えて左手を動かしてるって感じに見えます。すごいね、ゆうちゃんどんどん成長してるんだよね。すごいな。ボトックス注射っていうのをひよりちゃんはずっと定期的に打ってて、足の裏のところにボトックス注射を打ってます。でボトックス注射はひよりちゃんの場合は3ヶ月に1回とかの周期だけど、5ヶ月に1回ぐらい足に打って、ボトックス注射を打つと打った3日後ぐらいからすっごい足の緊張がこう抜けて足つきが良くなってます。ボトックス注射はマジでおすすめ。整形外科の先生に相談したらボトックス注射については検討してくれると思います。右手で結構ね持てちゃうんだよね、器用にね。すごいんだよね、ひよりちゃん。またひよりちゃんさ、来週ね、ボトックス注射打ちに行くんだ。注射さ、痛い？痛い。注射痛い？うん。痛いの？ボトックス注射打つ前に麻酔テープを1時間前とかにつけて注射に挑むので、ほとんど痛くないみたいだけど、ひよりちゃんもあんまり痛くなさそう。痛くない？注射。痛いの？痛いらしいです。あ、ここに打つのは入院した時だ。入院した時とかにここに打つのはちょっと痛いんだ。そうなの。ボトックス注射はちょっと違うからね。でも筋肉注射だから結構痛いみたいで、その希望をすれば麻酔テープを貼ってくれるって感じ。ひよりちゃんは毎回希望して、ひよりちゃんが打ってる病院のボトックス注射は打ってる時に iPad でアンパンマンとか見せてくれますね。アンパンマン見てるね。そしたら切れた終わったね。これで完成だよ。完成でーす。キラ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 。完成でーす。キラキラキラ。完成でーす。できたね、ひよりちゃん。これさ、どこに飾ろうかな。パパに見せようね。今作ってる間にもずっとこのニトリの人感センサーのやつついてたけど、めちゃくちゃいい。これ今日はこのニトリの人感センサーのセラミックファンヒーターっていうのを開封して、これに当たりながらクリスマスツリーを作りました。クリスマスツリー作りました。せーの、クリスマスツリー作りました。ウケる。ひよりちゃんどうだった？ひよりちゃん、いらないの、いらないの、サンタさんが来るといいね。サンタさん来てほしい。何が欲しいの？
じゃあ積もる話もいっぱいあるけど、皆さん今日は見てくれてありがとうございました。じゃあバイバーイ、キラ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 、バイバーイ。ここに飾りました。じゃあひよりちゃんは YouTube と TikTok もしてるので見てください。バイバーイ。ひよりちゃんは今からボトックスのための麻酔テープを貼ります。頑張ろう。頑張るぞ。ね、マスク食べてるよ。その手に貼るらしいで足なんやけどね。手なの。うん、わかりました。今麻酔シール貼り終わって、見せてくれるの、ありがとう。ここね、ここに貼ったのね。はい、麻酔シール痛かった？痛かったの？シールペッタンするだけだよね。うん、足にね、足のここに、うん、そこに貼ったんだよね。あ、大丈夫だった？あ、美味しい？うん、よかったね。うん、待ち時間にジュース買ったの？自分で買ったんだよね。うん、よかった。ひよりちゃん、ひよりちゃん、ね、ボトックス注射終わったけどさ、痛かった？痛くなかった？足に注射したんだよね。痛かった？痛かったの？メルちゃん見てたら終わったね。じゃあ今からお家に帰りたいと思います。お家までレッツ。あっさーたんたた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 。今日のボトックスは今回も例に習ってメルちゃんを見ながら注射ピッピって気づいて終わってたね。大丈夫だったね。大丈夫だったそうです。もう雪がやばすぎて、本当は1時間ぐらいで帰ってこれるはずだったけど、2時間半ぐらいかかって、今からひよりちゃんと一緒にうどんを作って食べまーす。ひよりちゃんにはアンパンマンのかまぼこを乗せるお手伝いしてもらうんだよね。うん、じゃあ今からゆっくりご飯食べたいと思います。バイバーイ。あ、チャンネル登録もお願いします。じゃあバイバーイ。さよなら。